中国残留日本人。中国残留日本人は、第二次世界大戦末期のソ連軍侵攻と関東軍撤退により日本へ帰国できず中国大陸に残留した日本人である。日本の法律などでは中国在留法人とも言う。1931年9月18日以降の満州事変の直後に日本は真の最後の皇帝である不利を担ぎ出して、 現在の中国東北部にあたる旧満州に満州国を建国し、同時に満州事変以前より提唱されていた日本の内地ら満州への移住計画の満毛開拓移民が実行され、1936年の広田内閣の計画で500万人、実数では32万人以上の開拓民を送り込んだ。当時の日本は、 アメリカ合衆国発の世界恐慌から引き起こされた昭和恐慌にあり、地方の農村地域は娘を身売りさせる家が続出するなど困窮、疲弊しきっており、農業従事者の移民志向も高いことから大規模な移民となった。第二次世界大戦末期の1945年8月8日に、ソ連は日本と結んでいた中立条約を一方的に破棄して、 戦線復刻して8月9日未明に満州国へ進行した。関東軍は民間人からトラックや車を徴用して列車も確保した。軍人家族らはその夜のうちに列車で満州東部へ避難できたが翌日以降に進行の事実を知った多くの一般人や遅れを取った民間人らは移動手段もなく徒歩で避難するしかなかった。国境付近の在留邦人のうち 成人男性は関東軍の命令により国境警備軍を結成してソ連軍に退治したことから避難民は老人や婦人、子供が多数となった。ソ連侵攻と関東軍の撤退により満州における日本の支配権とそれに基づく社会秩序は崩壊した。内陸部への入植者らの帰国は困難を極め避難の混乱の中で家族と離れ離れになったり、 命を落とした者も少なくなかった。両党半島へソ連軍が到達するまでに大連港からの出国に間に合わなかった多くの人々は日本人収容所に数年間収容されて帰国が足止めされた。1946年春まで帰国は許可されず、収容所での越冬中に寒波や栄養失調や病気で命を落とす者が続出して家族離散や死別の悲劇が生まれた。 この避難の最中に身寄りがなくなった日本人は幼児は縁故または人身売買により中国人の養子として残留孤児に女性は中国人の妻として残留婦人になり名脈を繋いだ。一方でカラフトではカラフト町長官大津俊夫の尽力により残留孤児の問題が発生しなかった。 満州からの集団引き上げは1946年春から一時期の中断を含めて実施され、コロ島などの港から100万人以上の日本人が帰国したが国境内戦が再開するにつれ中華民国軍や中国共産党軍に徴兵されたり労働者として徴用された。日本人に対する過酷な支配によって通過事件などの虐殺も発生した。日本国政府は後に 中国大陸に成立した中華人民共和国と国交を結ばず、1953年に未帰還者留守家族等援護法を制定して1958年に集団引上げ終了し、1959年に未帰還者に関する特別措置法を制定して、残留ゴジラの戸籍を戦時死亡宣告で抹消した。日中国交正常化を機に、 帰国していた肉親らは中華人民共和国に残留させた子供や兄弟の消息を求めて、小学児住職山本茂明も州恩来へ所管を送り、中華人民共和国でも残留孤児探しが開始された文化大革命、州恩来の死去、日中両国政府の緩慢さなどから、1981年3月に初めて、 残留孤児訪日調査団47人が、以降1999年11月まで30回で2116人が、肉親との血縁関係確認に訪日した。2016年8月31日現在、永住帰国を果たした中国残留法人と、その家族は2万911人である。2015年の調査ではおよそ93.4%が70歳を、 超えたと高齢化が進んでいる。神戸市では中国残留法人のための共同墓地に土地を提供することになった、混流費は帰国者持ち。多くが幼い頃から労働力として扱われて、教育を受けずに中国人として養育されており、日本語はほとんど身につけておらず、キャリアアップなど日本での社会適応能力に乏しく、帰国者の8割以上が生活保護を受けており、 国や政府からの援助金や、ボランティア団体の寄付金などで生活をしている。社会から、孤立、高齢化など様々な問題が起きている。介護保険等の福祉支援に対し、言葉の壁から利用されないケースがあり、高齢化した帰国者が家にこもりがちになるといったことが、生じている。老人ホームに入った後も日本語、日本の風習が分からず孤立する問題も生じている。 これに対し中国語のできるスタッフを配置する対策を取るなどしているが、財政的に余裕がない状況である。2010年に大阪で中国残留孤児を名乗る福建省出身中国人姉妹の親族ら48人が、法日直後に生活保護申請して32人が受給していた。法務省大阪入国管理局は、 大阪市に在留資格の再調査を行うよう指示し、大阪市は2010年7月22日に生活保護受給を目的に入国したと判断できるとして、すでに支給されていた26人の生活保護を打ち切り、審査中の2人も申請を却下した。大阪入管の調査で入国から3ヶ月以内に生活保護を申請した中国人のうち8名が申請書の職業欄に 生活保護、無職、扶養者欄に、区役所と書いていたことが発覚した。元法務省入国管理局警備官の久保一郎は、中国残留法人は、人権が絡むので特に審査が甘い。書類が揃っていれば、確認もろくにしないで、自動的に許可していたのでしょうと語った。残留法人の親族を、偽り不法滞在して10年以上にわたり、 生活保護を不正受給する事件で、初めに残留法人を偽り入国していた中国人は、本物の残留法人の存在が判明した後に帰国した。無関係の中国人を残留日本人や、その親族として大量に入国させるブローカーが存在する。ブローカーは、数百万円の手数料を受け取り、孤児の家族に謝礼を渡し、中国で、戸籍、 パスポートを偽造し、中国人を残留日本人であると、偽り入国させる。2005年9月に、中国先制省に住む残留日本人女性が、同姓同名で、同戸籍を持つ、中国人がすでに日本に入国しているため、日本への帰国が認められないという件があった。この事例では、95年に残留日本人を語る、中国人女性と親族らが入国。 その後女性は帰国したが、親族が生活保護を受給し続けるなどして2007年に逮捕された。この中国人女性の長男が日本に入国するため、中国人である母親に残留日本人を名乗らせ、入国させたという。逮捕されたブローカーはこの事例だけで57人の中国人を親族として入国させる計画だったという。残留日本人と、 血縁関係があるとして来日したが、血縁関係を証明できず、両親が収容されその後国外退去になる事態も起きている。例として、妻が残留日本人の子を名乗って入国した奈良県在住の夫婦が血縁関係を証明できず、大阪入国管理局が収容し、国外退去処分を言い渡し、両親は中国に強制送還された。 日本に残された夫婦のこの二人の姉妹が在留特別許可を求め、2009年10月9日に千葉稽古法省が1年間の在留特別許可を認めた。残留孤児の総計は2700人で、うち2476人と残留婦人等3775人が日本に帰国しているが、残留孤児の中国人の親族約19000人が日本の援助で来日し、 さらにその数倍の人間が自費帰国したと言われ、一人の孤児に数十人の中国人の親族がついてくることも珍しくはない。2005年には法務省により残留孤児、夫人の親族呼び寄せ範囲が養子山孫ママにも拡大された。その結果、一人の残留婦人について中国妊婦の連れ子7人と実子8人をはじめひ孫まで総数91人の 親が入国した例がある。このケースでは、夫の連れ子3人の親族が、過去に別の孤児の親族として、相次いで偽装入国し強制送還されていた。2004年福岡県で残留孤児32人が、戦後に帰国の機会を奪われ帰国項目には十分な支援をしなかったとして1人当たり3300万円。 総額10億5600万円の国家賠償を求め訴訟を起こした。コジラは中国にいたので国民年金に加入しておらず、ほとんどが生活保護を受給していた。福岡の原告32人のうち75%が生活保護だった。同様の訴訟は全国で行われ、2006年に永住帰国したコジの約8割にあたる2201人が原告となり、 全国15地裁、1高裁で競争する集団訴訟となった。原告団代表によると、残留孤児の7割以上が生活保護を受給していたが、原告らは生活保護とは別の賠償を要求した。2005年大阪地方裁判所は請求を帰却したが、2006年に神戸地方裁判所は原告65人中61人について国の責任を認め、 4億6860万円を支払うよう国に命じた。判決文では、拉致事件被害者への手厚い保護及び支援に比べて差別的であると判断が示された。2007年1月30日の東京訴訟では裁判所が請求を帰却。2007年3月23日、徳島地方裁判所も原告らの請求を帰却した。当時の安倍晋三首相は、 原告団と面会し、柳沢白鸚厚生労働大臣、当時に新たな支援策の検討を指示、厚労省は基礎年金満額支給と生活保護に代わる特別給付金制度を提案した。これに対して、生活保護世代を対象とする給付金が生活保護と同一水準支給とされるため、原告団は、衣を変えた生活保護に過ぎないなどと反発。 全国原告代表団副代表の宇都宮、高吉は、厚労省の案は到底受け入れられず、生活保護とは独立した保障制度が必要と中国語で訴えた。2007年5月残留コジら500人は、厚労省の特別給付金制度案に抗議し、座り込みを行った。厚労省の有識者会議も同日開かれ、委員からは、生活に、 制約のある生活保護の形態では、抵抗が大きい。できるだけ自由に使える形で検討すべきではないか、などの意見が出た。2007年11月28日、与野党合意の議員立法により、改正中国残留法人支援法が成立。2007年12月5日、交付。2008年1月1日施行、一部を除く、この法律で、 中国残留法人の生活の安定のため、一老齢基礎年金等の満額支給、約6万6千円、2007年現在の水準や、二公的年金制度によっても、生活の安定を図ることができない場合には、生活支援給付、約0円。この他に、医療や介護等、必要に応じて、無償で支給、等を定めた。またこれに伴い、予算措置として、 三中国残留法人が地域社会の中で暮らせるよう、身近な地域での日本語教室や地域との交流事業等も適宜実施されている。2007年12月、永住帰国者約2200人が行ってきた日本政府への損害賠償請求の集団訴訟は上記の法制律を受けて、各々訴訟が取り下げになった。法制律に関わらず訴訟を取り下げなかった二訴訟については、 2009年2月、最高裁判所が上告を帰却、すべての訴訟が終了した。近年、中国残留孤児の2世、3世がマフィア化するケースも見られる。中国残留孤児が中心となった、中国人マフィアが、東京で同胞の中国人が経営する店に未か地務料を要求するケースが増えてる。中国残留孤児の2世、3世は、日本国籍や、 一般永住者であるため、被害者は報復を恐れ警察に通報しない傾向があるという。見かじめ料を断った人間を暴行したり、無関係の通行人を暴行殺害するなど、中国残留地マフィアの勢力は、拡大、凶悪化している。拳銃を所持して、暴力団とも抗争し、中国残留地マフィアの一つ、ドラケンは2002年9月に、 歌舞伎町で住吉会幹部を射殺している東京では過去に福建省や上海出身の中国人マフィアが活動していたが警察の努力により次々と逮捕強制送還されマフィア組織は縮小壊滅していたしかし中国山留孤児マフィアは逮捕されても強制送還できないケースが多く勢力を拡大している現在では 大陸の中国マフィアを日本に手引きしたり、不良日本人や中国人留学生を手したとして使う場合もある。外務省職員が中国残留孤児2世の男性、民間人。国籍は日本に中華人民共和国での諜報活動を依頼し、中華人民共和国当局に逮捕されるという事件が発生している。また、2005年の衆議院総選挙において、 選挙権を有しているのに日本語を下せず選挙権を行使できないのは人権侵害であるとして中国語での公示を求める訴えを起こした。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。